オサペジュどうも、総書です。はい、ということでですね、現在こちら、そう、香川県に来ております。香川、はい、こちらですね、はい、僕の生まれ故郷香川県なわけなんですけども、今日ですね、8月ですね、8月4日なんですけども、こちら、後ろにも見えるですね、スニーカーショップパランさんですね、はい、前に僕が一人で来たんですけども、このパランさん、新店舗リニューアルオープンしたんですよ、はい、で今日がですね、そのリニューアルオープンした初日で、今クローズ後なんですけども、せっかくなんで、どんなお店になったのか、はい、店内の様子であったりとか雰囲気っていうところをですね、お伝えできればなと思っております。めちゃくちゃ綺麗になってるんで、あとめちゃくちゃ楽しい。そうね、この地元のこのコミュニティ感というか、そうワイワイしてる感じっていうのはすごいよね。本当オープン11時からやって、今日17時で終わったんですけど、結構ね、ワイワイしてて、もうずっとみんながこう溜まってるというか、溜まり場みたいな感じになってるんで、楽しくやった。ちょっと中見ていきましょうか。見ていきましょう。はい、見てください、このお花の量ですよ。すごいよね。まずね、こう入り口入ったところがこちらですね、はい、こちら上段はシカゴがあって、ノベルティでね、このサウナのこのタオル、サウナでね、よく銭湯であるやつですね、パラン行きたいっていうタオルがあって、で、そのサイドがね、今回コラボで作った T シャツなんですけども、ここが入り口で、こっち左側入るとこのスニーカーですね、ドーンと、はい、一面見るとこんな感じでございます。ちなみにですね、今回なんですけど、スニーカーは前回ね、パランさんで買わせていただいたこちらのエアシップのチームオレンジですねを履いております。ちなみにビビさん、今日履いてるスニーカーはトラビス・スコットのエアージョーダン4でございます。これで今日一日頑張りましたね。頑張りましたよ。ちなみになんですけど、20日川ですね、ビビさんは。そう、うどん、うどん食べた。食ったな、今日の朝飯な。うまい。うまいやろ。生醤油でな。生醤油最高でしたよ。今日の晩飯もうどんでよろしい。よろしい。よろしい。明日の朝もうどん。でもね、それぐらい全然食えます。マジうまいよな。全然。よかった。美味しかったわ。ビビにハマるかどうかちょっと不安やったんやけどもな。いやでもこれでうまいって分かっちゃったから、東京大阪食わない。あ、もう俺はだから食えん。俺は食えん。もう違うものとして見た方がいいね。麺が違うんだもんだって。すごい腰で。すごいな。だから皆さん、香川に来たら、うどんを食べてパランに来て、でもう一回うどん食べてパランに来て。そうですね。で、並んでるスニーカーちょっと見ていこうかな。で、一番手前がですね、キッズですね。子供用の。いやでもキッズも豊富よね。ね、結構あれよね。キッズってね、やっぱこういうリセールショップで少ないんやけど、そうそうそう、もう結構豊富にあったりするし、これスパイダーバース。ほんまや。あ、まも見える。すごいっすよ。J バルビンもありますよ。あ、ほんまや。J バルビン。で、こっちがウィメンズですね。はい。コルテッツもね、ウィメンズのコルテッツがちょこちょこあったりするんよね。この色はいいっすね、水色も。これね、メンズやったらちょっと欲しかったかも。ありや。で、ウィメンズがありの、ジョーダン1っすよね。ジョーダンはここもウィメンズか、があるんやけども、あ、欲しかった。ビビが買えなかったやつ、かっこええな。やっぱりこれやっぱデザインすごいな。すごい。ちょ、ここ見て、ここやばい、バラがな。でまだこれ箱がすごいよな。すごい。でその横にはこちらエアシップがずらっと並んでるわけですけども、僕ら前日にこちらレセプションやってて遊びに来てんけど、こんなおもろいことにスタッフのみんなが、何履いてくんねやろな、そうそう、考えとったらしいねやんか。全員シップ履いてた。シップ履いてたね。予想されとった。あ、でみんなこれ履いてたね。みんなこうオレンジ履いてたり黄色履いてたりとか、それぞれのね、から豊富っすよ、めっちゃ豊富ね。エブリゲームもあったりとかするわけですけども、大体あるね。次アママニエールの、エアシップが国内は多分出ないだろうけども、発売されると。で普通にね、こうメンズの、ジョーダン1があったりするし、マックアタックがあったりとかするしね。最近ゲットしました、僕。ビビ買ったね、はい、でターミネータージョージダウンがあったりとか、レイニー、はい、俺結構これ好きなんよ ね、 でさ、このレイアウトがなんかすごいよね。こうラインが入っててさ、でこうそのラインに合わせてこうスニーカー並んでる感じ、全部ね統一して、すごいよね。はい、こちら、はい、こちらね、スパイダーバース、私たちのヒーローですよ。ヒーローですよ。ロスト&ファウンドで一列。すごいな。このね、全部白い部分は1個ね、そうそうそう、オリジナルで
この列はね、カスタムがあるんですけど、こちらパランのね、非売品かな。そうね、非売品やねんけど、あのこの2日間並んでくださった、あ、じゃあ3日間か並んでくださった方の、抽選で、うんうんうん、まあ、1名の方にそれぞれ3足これプレゼントしてる。で、今日初日、今日初日なんです。初日やねんけど、その初日に並んでくださった方で、まあ、抽選やるわけ。やります、やります。で、1人目しか当たらないんですよ。そうで、まあ、初日がビビがこう引いて引かせていただいたんですよ。数字見ましょうってなって、だ俺も渡されたわけよ。だと何が出てくるかなとじわじわ開けとったら全然数字が出てけへんくて、この一番すごくない俺。一番最初に並んだ人に一番で、オープン初日でそれを引いたビビ。あなたくじを持ってますね。完璧っすね。完璧っすね。いやでもさすがっすよ。引いたらパランさんくじやるとき1何回も出てるらしい。あ、1人目の方が1引くとか、一発目が1番っていうのを何回も実は出てるっていうのを聞いてて、じゃあなんかパランさんでは、ね、なんかそういうくじがあれば、いいんでしょうね、そう、1番に並んでくださいということですね。そういうことですね、はい、あのこの夏場は大変ですけどもあ、まあそういうのがあったりしますと、はいはい、で、まあ、その横にはまあジョーダン2アマニエルがあったりとかね、はい、ジョーダン2、ジョーダン3があって、こう順番に並んでますねと思ったら、ここにワンおったんです。もうワンおったあ、でもここトラビスで、あ、ここ揃えたんちゃいます。ここトラビスで、ローだな、はい、ここ、あ、そうだね、ずらーっとあって、ファイブもいいですね、ルカワやな、うん、やっぱかっこいい。で、こっちはダンクか、うわー、ここいいっすね、これはやっぱね、これもいいっすね、やっぱトラビスダンクは、これはやっぱかっこいいよ、かっこいいわ。でですね、はい、あのシューレースの NODC さんのシューレースがこうずらっと並んでるわけですよ。まあ、各色で各長さでヴィンテージのやつがあったりとか、うんうん、で、まあ、ここにサンプルがあるんですね。こんな感じになりますよっていうサンプルは、これカスタムやな。で、まあ、いかついスニーカーがね、あの前の店舗、前の動画をご覧いただいた方であれば分かるかなと思うんですけど、レジ横にいかついスニーカーが並んであったわけじゃないですか。はい、こちらですね、ワットザとディオールのハイロー、やばいな、この三足やばいな、うん、で、その横に、あ、その横に MFC のベアブリックが、ありがとうございます。そうなんですよね、ありがとうございます。あの俺がその来る前、うんうん、っていうかその来て来るようになって俺知ってんけど、もともとここのオーナーの方が MFC 好きやって、いや、そう、言ってたみたいよね。いや本当にありがたい。なんか大阪の店舗、そう、よく大阪来ていただけてたっていう、来ていただいてたっていうのを聞いてて、そう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 、であれはプライベートで買ったらしい普通に買って並べてあるみたいですね。で、自社のアパレルっていうのもあったりします。ホワイトベルベットね、はい、があったりする。で、これフロムケータウン香川やね、観音寺、いいですね、観音寺タウン、ね、で、このお店のこの空間ですよ。まずそもそもめちゃくちゃ広いねんけどさ、この憩いの場というか、いや、これがね、またいいよ、まったりできるよね、ゆっくりできる。あの例えばさ、はい、家族連れとかそのお子さんがいらっしゃる方なんかはね、はい、ちょっと、うん、あの休んでとかもできるし、そうですね、あの前は俺見とくから追ってみたいな、そう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 、全然いいしね。で、こうね、こういっぱい見て、はい、ちょっと疲れたなと思ったらここで休めるし。で、あ、店長、あ、どうも、あ、て、お片付け中の店長ありがとうございます。あ、オープンおめでとうございます。ありがとうございます。はい、一人で映ってます。スタッフの翼さん、翼くん、あー、よろしくお願いしますね。お疲れ様でした、今日お疲れ様でした、お疲れ様でした。で、まあその話はまあ置いといてなんですけど、はい、ここ、ね、こちらね、カフェコーナーができましたね、はい、まあここでね、まあ飲み物を買って、まあここでのんびりすることもできるし、まあ、ここでリラックスすることもできますし、わちゃわちゃ店長と喋ることもできますしということですね。空間が最高じゃん。だからこういう感じでしょ。そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。あれ入ってきましたみたいな話をこうしながら、そう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 、ね、いや、これ楽しいやん。だからこういった感じで、例えばさ、はい、仕事終わり、今もうバーみたいになってます、ね、あ、バーですねそう、だからこんな感じでこう、例えばスニーカーだけ見るのももちろんさえねんけども、はい、仕事終わりであったりとか学校終わりにさ、うんうん、とりあえず見せよって、で、ちょこっとここでスニーカーの喋ったりとかさ、ね、でも実際にそういう方も多いんですよね。こう本当に、タイミングで来てくださったりっていうの、はい、言ってたもんね、うん、だからほんまにこう地元のたまり場というかね、うん、でもいいたまり場として本当にありますよね、うん、この環境。だからここに今日来てくださった皆さんも、うん、お客さん同士でこうみんなこう仲良くなってとかってあったりするもんね。なんかほんまに一個のコミュニティがこっからこう香川の観音寺から、広がってるっていう感じよね、イメージとしては。素晴らしかったです。だから
どうぞあるわなそうっていうので、まあ、こちらあの香川県に来る際にはですねもう必須かなと思います。観音寺ぜひ遊びに来ていただければなと思います。あ、オープンおめでとうございます。あ、ありがとうございますすいません急に回しました。あ、そうです、おめでとうございます。どうですか。そうですね、もうたくさんの方に来ていただいて、はい、初日まあもうすごくありがたい限りでもう地元の皆さんに支えられていると節々と感じております。ちなみにこの新店のなんかこうコンセプト、はい、お店の中のコンセプトというか、うんうん、あったりします。そうですね、コンセプトはまあこう天井とかもそうなんですけど、はいはい、あのパランっていうのが花粉っていう名前なんで、はい、花粉を鼻から出てる花粉をイメージして、はい、でまああのナイキの、はい、まあ、数値の角度の23度っていうのを、はい、斜めのコンセプトって。なるほど、その角度なんですね、はい、あ、そうですね、全部ライニングだとかそういうのも斜めを意識して、はい、皆さんくつろげるような空間設定っていうので、はい、ゆっくり楽しんでいただけたらと思いを込めて作っております。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このカフェのカウンターの下ですよ、まあ、こちらはねあのまあ売り物ではなくてあのスタッフの私物やったりするみたいなんですけど、並んでるのがもう、はい、渋いのよ。やばいよね。もう本当にコレクションを置いてる感じだよね。だからこういったものを見ながらあのこう酒のつまみじゃないけどもこう飲みながらね。いやいいですね。あのコーラや欲しい持ってたとかね、そういう話とかできて。なかなかこういうのって東京は少ないよね。うん、いやでもこれ斬新だよね。これいいよね。いいよね。ちょっとまあ何が並んでるか見るか。そうそう。うん、いやそこよな。ここの三段見て、ここの三段。全部スパイダーマン。ここはね、僕らも見たことあるじゃないですか。さらに古いのもあるんよ。そう、ポジットあって、フォースワンあって、俺こっち知らんかった。で、ここ聞いたもんね。でもこれも一応スパイディーのって言ってた、うん、ね。すごいよね。で、まあその下にはジャスパーがあって、で、イアエージワンがあってね。っていう感じ、あー、カートゥーンがあって、サボタージュがあったりとかね、するわけですけども、カーハットとか。はい、でこっち俺個人的にはまあこちらももちろんいいねんけど、ノモマックスであったりはグリフィーであったりとかね、この辺のモデル、こう古いモデル、うん、でプラスこれがマジで何かがわからん、見たことないねんけどデザイン的には俺めっちゃ好きあ、このスタッフはあのすごくおしゃべりなスタッフなので、ぜひ皆さん絡んでください。来た際にはうるす井上さんです。うるすイカチーノがありますね、これトロフィールーム。でですね、あのパランさんなんですけども、まああのお店のね、近くになんですけども、こちらスムージーのねお店もやってるんですよ。で僕もね、今飲んでるんですけども、今日実はこれ、3杯目です、ね、こうスムージーがあって、今飲んでるのはねこのマンゴーミルクスムージーなんですけど、朝一飲んだのがこれか、パイナップルミルクスムージーで、ストロベリーミルクスムージーも飲みました。めちゃくちゃ美味しいの、ジュジュっていうところね。あっちにね、パランがあるんですけど、こうバーッと来てここにありますから。はい、ということでですね、はい、まあ、今回こちらパランさんがですね、まあ、新店舗リニューアルオープンしたということでですね、まあ、あの今回、2日間ですね、まあ、店頭立たせていただいたんですけども、はい、ぜひ皆さん香川県四国に来た際にはですね、ぜひこちら観音寺のパランさん遊びに来ていただければなと思います。パランさんとうどん、うどんはもううどんはマジで山ほどあるから、うどん屋はマジコンビニぐらいあるから、いやそうやねそんぐらいあるん でどこも外れはない、どこも美味しいんで、ほんまに美味しい。ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思います、はい、リニューアルでね、お店の雰囲気っていうのも一気に変わったので、概要欄の方になんですけども、パランさんの、インスタグラム等のリンクであったりとかですね、ビビのリンクっていうところも貼っておりますので、ぜひ皆さんフォローチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。